はい、こんばんは、山城と申します。もう朝7時かな、というところなんですけどね。さあ、どんどんと見ておりますやつなんですけどね。カタログがあるやつはこれで最後になります。最後にカタログゲットしてきたところが、山彦さんですね。うちの管轄だと、桑名の赤浦にあるお店があるんですけど、基本的には、尾張地方の方かな。稲川とかが確か本社あったはずです。っていう、ところでございましてですね。このね、山彦さん、どんな感じかな。そういえば、あんまりお寿司、弁当はね、山彦さん、稲川の店、それこそ、山彦さんの本店かな、稲川にあるんですけど、まあ、私も、昔、コロミヤとかあの辺りで働いてたことがあるんで、まあ、競合他社なんですけどね、働いてたことがあるんで、それもあってね、結構ちょいちょいとチェックしに行っとったんで、結構、それが安くていいのが結構あるな。結構値段が控えめやのに、結構ボリュームとかもしっかりとあるし、ええところがあるなっていうね、だったところです。じゃあね、そのね、山彦さん、恵方巻きどんな感じなのかな？まあ、いわゆる中小系になりますね。今まで結構大手さんが多かったかなっていうところで行くと、どうかなと思ったらね、カタログが、ね、あったんでね、もらってきたんですよね。まあ、カタログを見た瞬間に、ちょっと戦慄が走りましたね。そのね、カタログというのが、こちらです。おう、やってなかった。いいや、別に、キャッチも何も言ってないんだから、こちら。じゃあ、このボタンじゃね、もうダメなんで、ほけてる。もう、人で何本取ってると思ってんのも。これね。何や何やなんて思うじゃないですか。なんとですね、山彦さんですね。へえ、チラシ3枚もありました。えぐ。いや、えぐ。何がえぐいってね。なのでね、1号館さんもね、そうね、惣菜、デリカとね、水産が分かれてるじゃないですか。で、惣菜のやつなんかな、これ、エコマキとかあるのかな、これ惣菜かな、っていうところで、こっちは水産で魚屋さんのってるとか、これ水産なんだろうな、っていう中でね。嫌がるんですね。すごいの。なんとね、キンパシリーズだけで1アイテムになってるんですよ。なんだろう、多分、畜産がやってんのかな。いや、最近キンパ増えてきてますよね。肉系増えてきてますね、とは言いましたけどね。なんとですね、もうそれだけでね、1広告、売っちゃってるんですよ。ここまで力、肉系にここまで力入れてるところ初めて見た。ちなみに肉系って別にこっちのトンカツとかありますしね、あれなんですけどね。まあ、そのあたりもね、じっくりと見ていきたいと思いますね。そうなんです。アイテム損失だ。これね、なかなかね、解説大変なことになりそうです。頑張ってちょっと見ていきましょう。だから、やらなくていいんやってね。で、早速見ていきましょうね。どんな感じかというと、まず1枚目がね、お惣菜の方から見ていきましょうかと。いうことで、9点ね、アイテムがありますよ、ということでございますね。メインになるのはこの恵方巻きですね。もうザ、シンプルに恵方巻きですね。で、山彦さんに関しては、具材の説明がある商品、ない商品があったり、ない商品はもうそのまま省いてどんどんといきます。まあ、具材からパッと察するに、卵が入って、カニカマ入って、高野豆腐か。高野豆腐に、かんぴょう、きゅうりって今、定番のやつか。で、多分桜でもちょっと入ってる感じかな。っていう感じの、定番の恵方巻きのやつが、これがね、安い。430円。安いっすね。これかなり価格は安い。なるほどな。かなりそんなあたりで攻めてきてるな、というところでございますね。シンプルな。まあ、スタンダードな方が最初に持ってくる。ね、今まで見てきて思ってたじゃないですか。逆にあんまりなかったじゃないですか。ザ・恵方巻きっていうの。ね、こういうふうに出てくれるとね、ありがたいですよね。というのであります。なるほどな。で、横が、ちょっと豪華な七福巻きですね。菜の花が入ってきてるのかな？このあたり。だと思います。今まで稽古がいるとそういう感じですよね。で、錦糸卵で巻いてあって、あとは卵と、
かんぴょうと、でんぷんもちょっとたっぷり入って、かんぴょうとかもたっぷり入ってる感じかな。っていうので、カレーで862円ということで。そのまま上巻きみたいな感じで、上位互換でポンとくるっていう感じだね。具材のね、説明はないですけど、わかりやすいですよね。で、次が、ローストビーフ巻きってこと。ここにもビーフいるんですよ。ローストビーフをドンと巻いて、まあ、卵と、グリーンリーフかな、入ってますよっていう感じですね。ザっていう感じのね、肉巻きですよね。スタンダードな肉巻き。これ何がすごいって、さっきも呼び出たと思いますけど、これ特別に肉のやつがありますからね。これがすごいんだね。で、ローストビーフ巻きはローストビーフ巻きであります。951円ってことでですね。まあ、1000円以内で、ローストビーフがドンと入ってこの食べるのはいいですね。というところでございます。で、次が、ごめんなさい、もう夜中なんで、ボソボソっぽいになってるけど、テンション的には相当上がってますからね。次、エビカツ巻き。これがね、646円。ごめん、これが邪魔だ、646円ね。エビカツ巻き。まあ、エビカツがドンと入って、グリーンリーフに、キュウリがここでは入れてあるか、と卵ですね。多分食感の兼ね合いでしょうね。エビとキュウリの相性とかも考えてってことだと思います。646円でエビカツもドンとありますよと。おで、次が、サラダ巻きですね。これも、多分カニカマかな。カニカマにキュウリに、卵。もう一アイテムなんか入ってそうだけどな。なんだろうな。ツナマヨかな。ツナマヨかな、この感じ。で、巻いてあって、これも安いですね。538円と。全部ね、これ多分1本サイズだと思われます。ハーフの記載がないんですけどね。ということだと思います。で、次が、はみ出るヒレトンカツ。これなんかね、不思議なことになってて、奥にもね、なんか文字が見えるんですけど、なんか上から かぶせてやってるんですよ。なんでしょうね。もしかしたら、なんか文字の誤植か何かがあったのかなっていうところですけどね。で、上からちょっとかぶせて書いてるのかな。まあ、とりあえず、はみ出る棒ヒレトンカツ巻きですね。この辺も、なかなか、いいですね。こういう、力技嫌いじゃないです。何せ、YouTube 界でね、まあまあパワープレイでやりますからね。って考えてみてください。このシリーズ見てみてください。今日7本目ですよ。この、恵方巻きを、三重県北中西地域の恵方巻きを語るので今日第22回ですよ。こんな、パワープレイやるようなところですからね。こういうパワープレイ大好きです。ということですね。写真も、具材がうんうん書いてあるね、なくていいじゃないですか。ドンカツ。これでいいです。で、結構横長ですね。多分、すまきでするのでね、横長とかそういうのも作れますからね。なんかちょっと、スパム巻きみたいな感じになっとっていいですね。これも、肉が多分、カツってある感じがわかりますもんね。で、グリーンリーフとかがドンとあって。で、卵もちょっと入ってるのかなっていうところですね。で、880円、税込み900、税込みがね、951円となっておりますということですね。1000円で、このボリューム感のね、とんかついいですよね。これはいいかもなというところでございますね。まあ、しかも、棒ヒレとんかつですから、ヒレですから、どれくらい、あれかな。いい感じですね。ということでございますね。で、次が、エビ天巻き。いろいろありますね。これがね、798、862。なんか見えてるけどね。これはね、気にしちゃダメですよ。まずはエビ天も見ていきます。エビ天も2匹入ってるのかな？ドーンと入って、かなりこれもボリューミーな感じですよね。大エビ天がトントントンと2匹ピシャーって入ってる感じかな。に、もう、オーバーと。わかりやすいから、まあ、天むすとかもね、愛知の方ではね、こういう文化もありますから。というか、まあ、天むすはね、まあ、三重県民なんでね、まあ、思うところはいろいろとありますけど、まあ、いいですよ。ね。三重県民は心が広いですからね。そんなね、これは、これの起源はうちだ、みたいな、そんなんでね、ギャーギャー言い出さるなということでございます。何してね、赤福とかね、松阪牛とか伊勢海老とか、いくらでも強いのありますからね、というところなんですけど、まあ、このエビ天巻きも、でも、エビもちゃんと太そうですしね、いい感じじゃないですか。うまそう。いいですね。
エビ天巻きはね、エビ天巻き、ね、よく、天ぷらはね、やっぱ、パリ、子供のうんぬんっていうね、人もいますけどね、エビ天のこのね、とろっと、ふわっとしたね、子供は、それはそれでいいんですから、そういうのを楽しむ、エビ天巻きはね、もともとそういうやつです。そもそもスーパーのね、ところなんでね、買ってきてね、すぐに、ね、なかなか食べれないですからね、そういう時はね、ちなみに、トースターを使ってね、温めてたりすると、ちょっとうまいこと出てきたりとかっていう裏技があったりするんですけど、まあ、そんなことは置いといてもね、天ぷらはね、エビ天はエビ天の楽しみ方がありますよってことでございますね。860円と。で、この横にからちらりとはみ出てる、こいつですね。うな太巻き。これすげえね。これえぐいね。なんか、まあ、うなぎね。まあ、うなぎだわ。きゅうりと卵も添えてあるけど、まあ、うなぎだわ。ドーンとうなぎ、もう、うなぎ横に一本ボーンと入れてあるから、横巻きでグヨーンって感じのね。あれまた、力こそパワーな感じのね、スーパーもりもりですけど、すごいな。これも、これね、これでね、1,050円だから、これ安いよ。全然ありだよ。すごいな。このボリューム感って1,500円で、普通、うなぎ単品で1,280円くらい取りたくなりますよね。っていうところですよ。これはすごいな、ってところですね。で、あとこのね、特産田舎巻きはどうも売り切れらしいです。残念ながら行った時はもう遅かった。これもすごいですね。まあ、普通に恵方巻きの具材を、でかく、まあ、田舎巻きって名前もなかなかですけどね。でかさか。具材を単純にもう、もうこれ、だからこういう力は好きなんで。で、やっぱ人気なんだろうな、これね。だってもう、力こそパワーやん。はい、力こそパワーって感じ。いいね。こういうのいいんだけどね。これは残念ながらね、もう売り切れらしいですわ。あ、これ多分。やっぱ見た目のね、感じもいいですし。言うてね、やっぱね、恵方巻きといえばね、こういう感じのっていうところでいくとね、具材がこんだけあるやつはね、これは美味しそうですもんね。なるほどな、っていうのがあります。これがね、646円だったらしい。確かにやってるわ。こっちが862円って考えると、まあ、単純にこれで、まあね、プラス200円で、これがね、こうなっちゃうわけですからね。これは強いなという感じでございますね。で、これで終わっちゃないってことでございますね。続きまして、お皿買えない屋さんのやつがこんな感じと。あ、ちなみにね、予約は25日までらしいですのでね。見ていただいた方はね、まあもう忘れずにね、今日ね、日曜日見ていただいた方は忘れずもう今日のうちにね、行ってもらったらいいんじゃないかなってところでございます。私は、3日の見たんですけど、まあ特に、4時間書いてないんで、営業時間内であったら大丈夫なのかなっていうところでございますね。で、では、品目見ていきましょう。で、まず、特選海鮮七福巻きってことで、水産はね、こんな感じで品目が書いてあったんでね、これで見ていこうと思います。マグロ、マダイ、生サーモン、寿司、エビ、イカ、黄金、黄金かな？あれですよね。多分、数の子、まぶしてあるイカですよね。イカ、黄金、どっちなんだろうな。普通は黄金って読むじゃないですか。けどね、名古屋ってこれで黄金って呼ぶことが多いんですよね。その影響があるかなと思うんですよ。わかりません。イカ黄金そこかな。安いですね。イカ黄金。イカ黄金。いいですね。それで行きましょう。きゅうり、卵というふうになってます。この野菜もね、なかなかね、パワープレイ感じますよね。よくあるね、カタログとかだとね、白に白を合わせるというね、このね、パワープレイはね、いけるね。いや、最近そういうところで、細かいことをね、こういうの気にして頑張ろうみたいなところがね、まあまあ、それはそれでね、頑張っとってあれなんですけどもね、ここからね、もう、ブワッととりあえず、もうとりあえずドーンと、グラデーションでコッとかけて、黒でポンといって、で、もう、塩も、なんや、ね、まあ、具材がね、基本的にタラコだから、で、これ行くぞ、って言うね、塩、塩、って言うね。縁取りとか関係ねえって感じだね。このね、パワープレイ、嫌いじゃねえっす。
いいっすね。七福巻。これ1707円らしいです。こんな食材入っとってね、たまたまも入っとって、1700円。いいね。ハーフが951円ということでございますね。まあ、なんで18センチサイズのハーフが9センチだと思いますけどね。っていう感じらしいです。いや、すごいな。で、次が、海鮮5種、ほうまきってこと。こっちは5種盛りですね。マグロ、生サーモン、イカ、コガネ、キュウリ、卵なんで、タイとか、エビあたりを、省いてね。まあまあまあ、これで十分ね、海鮮味わえるね。で、価格がね、これだと、1383円とね、一気にグッと収まりますんでね。まあ、シンプルな、海鮮楽しみな、これで十分楽しめますってっていう感じのラインナップになってるかなって感じですね。美味しそうですね。これを、一番の、なんか、うちは個人的にはね、こっちよりもこっちの方のが惹かれるかな、っていう感じがしますね。1383円、いいんですね。で、次が、ベニズワイガニたっぷり巻きってことで、もう、ベニズワイガニで、きゅうり、卵、レタス。もう、ズワイガニを楽しむための、セットって感じですね。なるほどな。ドーンと。ズワイガニ。ああ、いいね。わかりやすくていいですね。やっぱ、わかりやすい、ここ。次は、サーモン、イクラ、親子巻きって。やっぱ、このサーモン、イクラの親子増えてますね。ここも、イクラがドーンと入れて、マヤマサーモン、イクラ、きゅうり、卵、レタスばっか。あ、レタスで行くんですね。サーモンレタス、まあまあまあ、確かにね。いくらでね、脂身が湧き出るんでね、レタスで吸収させるとか、レタス卵でね。まあまあまあ、卵と卵なんですけどね。いや、これまた入っとくかっていいじゃないですか。1383円。ちゃんとね、お手頃な値段になって、いける。感じですね。で、こっちはマグロのたっぷり巻きとかね、マグロね、ここでね、マグロうまいですよ。今日もね、マグロの中巻きをね、いただきましたけどね、美味しいんですよね。結構、染め染めちゃんとしてるんでね、いいなっていうところで。すごいですね。マグロ、ネギトロ、キュウリ、卵、大葉、ね。大葉ちょっと、色があれになってますけど、大葉ってことでございますね。大丈夫、インパクトちゃんと見えますからね、すごいですね。マグロ、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 で、キュウリで食感出して、卵、ドーン、はい、っていうね。いいですね。たっぷり巻き、1383円と。で、もう一度、穴子たっぷり巻き。はい。穴子、きゅうり、卵。パワーって感じ。もう、パワー感じますね。すごい。これも1383円ってことでございますね。なんで、たっぷり巻きっていう言葉がなんかマイブームなんでしょうね。水産のバイヤーさんのところで。多分、いう感じなんでしょうね。たっぷり、たっぷり、たっぷりの。まあ、わかりやすい。いいですね。こういうのもあります。ちなみに、ちょっと上にちらっと見えてますけど、組み合わせ用意しておりますってなってます。これね、ハーフのセットとかを、当日販売のみで、やるらしいです。ですので、ハーフは当日、ま、あの、よろしくお願いしますって感じらしいですね。一本のやつが基本受付をしてますよっていう感じみたいです。なるほどな。まあ、これもちょっと組み合わせとかどうなのか楽しみなところですね。で、問題はここからですよ。これはね、他のところではなかった。なんと、ここから畜産なのかな？多分、お肉屋さんの本場気になってくるのかなってことで、キンパシリ。これでドンと3種類も。キンパだけでさらに3種類。もう要するに、カツ、ヒレカツも出てますよね。で、ローストビーフも出てますでしょ。エビカツとかもありましたよ。のんのんの。まだキンパがあるぜと。すごい。このラインナップのそれ方すごいですね。で、同じく25日締め切りですよ、ということなんですけど、パッと見ていくと、まず一つ目が、プルコギキンパイホーマキとって、まあ、プルコギなり韓国風焼肉ですね。まあ、ナムルとかこの辺りが入ってる感じでしょうね。で、キュウリとかも入って食感もあってって言って、お肉もしっかりと楽しめるよっていう感じが見えて、取れる感じですよね。いいですね、この、こういう、やついいですよね。手作りの、感じで。いわゆる、フードコーディネーターさんが言ってね、バーバーバーって、当然美味しそうに見せるっていうあれですけどね。やっぱね、こういう感じでね、ドーンとね、どうやって見せてくれるよとかね、いやー、力を感じますよね。
いや、基本この山彦さんのね、チラシね、パワーなんだよな。で、次が野菜キンパ恵方巻き。もうだってキンパキンパキンパっすよ。キンパキンパキンパで一枚でくっつくるってもうキンパパワーよ。キンパワー。キンパワーや。キンパワーや。すげえな。まあまあまあ、韓国風やしね。ちょうどキムさんな感じやしね。で、なーにが入るの？野菜キンパの、ナムルメインかな？で、カニカマとか入る。これなんだろうね。何が入ってんだ、カレー。気になるな。野菜メイン。まあでも野菜がしっかり取れてる。ね、逆に、あんまなかったですからね。なるほどな。で、恵方巻き。で、三つ目が、明太チーズキンパ恵方巻きらしいです。わー、強いパン。明太チーズキンパ恵方。すごいね。まあ、すごいよ。で、明太チーズ。まあ、よくピザとかでね、最近よく聞くし、まあ、定番の組み合わせって組み合わせなんですけど、まあ、明太ね、言われてみじゃ初登場ですよね。で、まあ、まあ、そのね、明太チーズキンパっていうのが初めてでもあるし、明太が出てくるのも初めてだし、まあ、チーズはあったか、サーモンチーズとかどっかであったと見ましたけど、いやー、にゃかにゃかやりますね。こう、来たかってことで。だからね、あれ？明太チーズってことはでもあれか、畜産じゃないのかな？キンパはキンパで、なんか、それぞれなんか農産、水産畜産に持ってってもおかしくないような感じですか。どういうわけで。わかんない。肉は肉コーナーだけでやってるしな。ってことは、惣菜でやってんのかな？いやー、ちょっとわかんねえな。まあまあ、連携してやってるのかもしれませんけどね。まあ、こういう感じで。もう、これは、ここまでキンパで、ね、最近ちょっとキンパが増えてきてる中ではありますが、ちなみに全部646円。安いな。やるなーっていうところでね。これはなかなか面白いことやってるなーと。いやー、どこだったっけ？桑名までね、仕事終わってからね、わーっとね、寄り道にしたらだいぶの距離ですよね。ぐわーっと寄ってね、パワーって寄ってね、どうやーと思ってね、行った甲斐がありました。まさかね、こんなにもあるとは思いませんでした。かなり特徴がありましたからね。これあるとね、取れ高的には非常にありがたいです。ちなみに、金杯本巻きの方は予約するとお吸い物がついてくるらしいです。他のやつはどうなのかな？水産の方もお吸い物つくらしいです。こっちは書いてないな。惣菜のやつにはちょっと書いてないですけど、っていうことらしいです。すごいなということでね、これをね、ラインナップしてみるとこうなりますよ、と。これじゃないにゃ。スラッまあちょっと品目はね、わからんやつをあげたのであれですよ。まあ見てみるとか、ラインナップが豊富。ちゃんとド定番のやつが安くは置いてあるところが、癖もあってですけど、そんなに高くないですもんね。2000円、全然余裕で切ってくる値段で、ちゃんと全部揃えてあって、これだけのラインナップを揃えてあるっていうのはすごいところです。でね、しかも何がすごいってのはこれね、今から入れるところですけど、これオールエロなんですよね。本当にザ・バラエティ豊かに作ってきたなって感じですね。ですので、これね、総合で見てみると、こうなります。最高が1707円、そこまでね、上高くなくて、下がね、430円、恵方巻きやすい、そこで430円ってあって、1本まるっとでやって430ってことで、なんとバローの495円も切ってくるんですね。牛タラこれハーフだったもんな。A4 570円とかしょ？ローソンの433センチだもんな。とかってか、こと考えると、この430円が相当安いですね。すごいですね。いやー、これはやってきましたね。多分フルサイズ、まあ、フルサイズになってたんでね、18センチのよ、だと思われるんで、だとするとこれはすごい。で、品目数が19点という、最高記録タイ？
あ、そっか、イオンがやたら多かったけどね。まあ、セットとかもあってあれだったんで、そうなんですよ。実はこの19、この26遅いに見えますけど、11ハーフとかのね、ハーフバージョンとかっていうのがあったんで、実質、25種類、あ、15、6種類になってくる計算なのか、あれセットもあるから、実際には13とかそれぐらいになってくるのかな、単品のアイテム数で言うと。ここ、あ、セットなし、ハーフ1個、なんか18、カフになし。ああ、えぐいよ。これはえぐいよ。だって、イオンとかあれぐらいの規模でね、セントラルも使ってね、駆使してやるところと違う。多分山彦さんの場合は、インストアで19、いや、すごいわ。これすごいわ。いやー、すごいなーというところでね、これちょっと最後に圧巻のやつ。いや、大鳥にふさわしい、素晴らしい、お店が最後大鳥で紹介できたなということで、これは非常に良かったと思います。ブラボー。山彦さん、すごいということでございますね。当日もね、のハーフもね、気になるところですけど、まあね、あ、これ、予約のやつ、ね、予定するようになったら結構終わっちゃうやつもあるかもしれませんので、あ、これいいなって、ね、山彦さん、あ、こんないろいろとあるんだなっていうところでね、あ、気になるなっていう方ね、いらっしゃいましたらね、三重県はちょっともうコアなので、赤尾店だけになってますけどね、ぜひね、予約いただいたらいいんじゃないかなと思いますと。ということでございますね。いや、すごい。いやー、ということでね、山彦さんで、傘の分回収できたのが、今日ね、これ、土曜日か、もう日曜日の、明け方ですけど、の段階で、カタログ回収、ホームページで公開されとったカタログ回収できてるのは以上になりますね。ですから、スーパーさんとか、まあ、金瀬さんとかもそうなんですけど、あのあたりとかは、どうも、作ってないのかな、当日オンリーなのかな、でね、詳細はまたね、それぞれで重なると思います。カタログないところも、ちょっと主要のところは、ちょっと考察できるだけ考察してみようかなっていうので、残り、ポポポポンと、主要のところのね、残ってるところを埋めて、終わろうと思います。ただね、多分この動画がね、これだけね、回数とかもいろいろあったところですからね。これ編集して原稿の書き倒れは落ちる自信あるな。寝落ちする自信があるな。もうね、ふらふらだ。ということでね、まあ、終わらせてみようと思います。ひとまずこんな感じでしたよ、ということでございますね。明日は8時か10日か上がったら、あ、こいつ頑張って生きてたんだなと思ってください。8時以降の動画上がらなかったら察してください。まあ残りもね、まあ日曜日中には頑張ってあげて帰らなと思ってます。まあとりあえずカタログあるところはね、予約日とかも確定してるんでね、予約とかも確定してるんでね、もうとりあえずそこは出し切ったぞということで。残り、まあもしかしたら、こうこう言うとの間にね、情報が更新されるかもしれませんのでね、それはそれでまた情報拾っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。長かったんだよ、これ。はあ、長かった、このシリーズ。